マジカルパンチライン特別企画、ロードトゥーゼップ新宿自転車88キロサイクリングの旅。イエーイ。マジカルパンチラインの新生罰ゲームクイーンのソラッチこと宇佐美空です。ついにこの日が来てしまった。はい、ということでこの企画はですね、今年の7月から3回ほど開催した新生罰ゲームクイーンは誰だガチンコマジバトルというイベントの中で、新生罰ゲームクイーンになってしまった私が、マジカルパンチラインの8周年記念ライブに向けて過酷な罰ゲームを乗り越えることによって一回りも二回りも成長しちゃおうっていう感じの特別企画です。いい、成長しますよ私は。いやー、はい。そしてですね、ジテップ新宿まで自転車でたどり着けるかに挑戦するということになっております。自転車って、はい、どうなんですか、日頃乗ってらっしゃいます？高校生になってから家から最寄り駅まで自転車で通うために電動自転車を買ってもらったんですよ。なんですけど、やっぱり朝ちょっと起きれなくて私なので、結局はママに車で駅まで毎朝送ってもらってるっていう感じなので、最近は本当に自転車に乗ってなくて、その自転車が結構茶色くなってます。最近は乗ってなさすぎて。しかもなんかもう東京スタートだったらまだなんか折り返すとか諦めるとかできるけど、まだもうここまで来ちゃったらもう戻るしかないので、このやつで戻るしかないので、このやつっていうのは自転車のことですこの自転車でもう戻るしかないので、とりあえずゼップ新宿まで何があるかわからないけど最後まで漕ぎ続けたいと思います。疲れた。一人。これ、あ、下からこんにちは。待って、もう疲れたかも。絶対これはして筋肉痛だよ。待って、ここから何時間。まだお昼にもなってない。待って、もう疲れた。無理。足がもう痛い。やばいよ。待って、本当にやばい。前もも死んだ。下り坂まだ。でもさ、ここまでさ登ったってことはさ、おお、じゃあ下りの道があるはず。よいしょ、よし。え、待って、下り坂かも。下り坂だ。下り坂来た。来るよ。来た来た来た。
重い足が。おお、やっと足がちょっと休む。うわ、すごい気持ちいい。疲れたって言っちゃう。疲れた。疲れて言わない。待って。よいしょ。おー、見てください。この。もう。これやばいな。飲み物飲みます。なんかもう全部の体の重さが全部足って感じ。来ました。お昼の場所、お疲れ様です。お腹が空きました。ここで一回ご飯。はい、ご飯を食べます。イエーイ。全然余裕そうですね。絶対余裕じゃないです。超きつい。お疲れ様でした。20キロ。そうですね、あと60キロ。68キロ。68キロ。ほぼ70キロ。一回頼みましょうか。はい。お腹減ってるんですよね。めちゃくちゃ減ってます、はい、お腹もう。はい。大丈夫ですか。はい。一個だけ、途中そのまあ受け答えとかもそうなんですけど、テンションが分かんない時あるんですけど、きついんですよね。はい。楽勝に見えるんですよ。あ、本当ですか。その受け答えが軽いんで。あ、まあ、まあ気持ちから、体力はきついけど気持ちから明るく いかないとって今のはため息ですよね。はい。 違う、返事です。返事。返事なんですか。はい、今の返事なんですね。はい、っていう返事なんですね。はい、結構特殊な。わかりました。じゃあ、いただきます。おいしい。え、すごい。美味しいです。細麺。それでは、はい、再開というか、お昼も食べたら、もうお腹いっぱいになりました。ちなみにワープチャンスっていうのをちょっと用意してるんですけど、やられます？はい。何だか分かんないけどやります。はい、やります。何か分かってます。ワープワープってあれですよね、はい、なんかこう
飛ばせるみたいな、はい、イベントでやった機関タワーをやっていただこうと思ってます。おお。一応1分間で8個、はい、まあ、8周年なんで、はあ、8個、缶を立てられたら、はい、次の10キロ車にします。次の10キロ、はい、でかっ。ただし、あ、ただし、はい、できなかった場合はこの6つの中のどれかになります。おお。楽しそう。ワープチャンスなんで、まあ、はい、失敗したらこういうことがあります。わかりました。やります。やります。ワープしたいです。レッツゴーでは、用意スタート。これした。あ、すごい。あ、風ない。あれあれこんなにあれいいですか。お、3秒ですからね。あ、成功です。イエイ。嬉しいです。最高。車いいですね。10キロってどれぐらいなんだろう。でも街には出れますよね多分。いや、そのままです。まです。はい、どうなんですか。 街に出たいところではありますね、はい、なんとなく本人的にはいけるなって感じになってると思うんですね。そうですね。まあ、あのやつに乗ってみたらどうかわかんないんですけど。あのやつって自転車です。あのやつ。あれ、ゆーなちゃんじゃん。待ちくたびれたよ、そらちゃん。そらちゃん。そらちゃん、なんでいいの。自転車乗りこなしてるじゃん。なんかそらちゃんが頑張ってるって聞いて応援に駆けつけたんだよ。あ、どうも。そらちゃんも大変でさ、今罰ゲーム受けてると思うんだけどさ、うん、私さ、あの飯能の駅でそらちゃんこの2時間待ってるの。2時間待ち、私。せっかく来ていただいたんで、はい、ワープチャンス水置き口をやる。いいんですか。ワープチャンスまた来た。はい、なんかなんとなくそらちゃんに答えてもらうクイズをじゃ考えてきたんで、はい、でもちょっとこっちも用意してるんで、こっちのやつやっていいですか。いや、なんで、なんで呼んだの、私のこと。はい、沖口さんのウエストは今何センチですか。え、なんか嫌な予感するんだけど。測られんじゃないのか、私今から。いや、ウエスト、めちゃ余ってる。一応もう最悪なんだけど。何センチ。え、嘘、私反応来て2時間待ってウエスト測られんの。最悪なんだけど。じゃあ行きます。じゃあもうそんな行けます。あ、もう行ける感で。新宿って書いてある。あ、到着。お疲れ様。どうでした、この10キロは。この10キロやばい。結構きつかった。結構。坂は全くないんだけど。全くないんだ。本当になかったんだけど、
え、結構疲労が蓄積してきてる感じ。そう、もうね、前もも死んでる。あ、じゃあもうあれだね、そらちゃんの街中入って平坦な道だったら行ける説は立証ならずだね。うん一番無口だったかも、このコースが。嘘、結構きつかった。結構やばいね。今回2種類からちょっと選んでもらおうかなと思って、うん、チャレンジを。一つが、まあ、先ほどまでもやってたクイズ、はい、もしくはそらちゃんが敗北してしまった原因となっている大喜利リベンジで、そらちゃんどちらか好きな方を選んでいただいてまあね、ですね、ここでどっちを選ぶかっていうところあるけどね。じゃあ、どうしよう大喜利で。おお一回り二回りも成長しようっていう企画ですか。そうだねこれ嫌い、これやだ、それトラウマだね。こうなっちゃうから、そら泣いちゃうから、ホワイトボードの裏で涙流しちゃうからあれ、マジパンの楽屋でマネージャーが怒ってるぞ、何が原因？あの時のそらちゃんはもう面白は面白くないけど答えることができなかったから、はい、そこを脱却しようっていう、はい、もうそういう感じです、うん、それこっちです、それはそういう感じです、こっちのこっちの受け側なんです、はい。2050年のマジカルパンチライン、一体どんなアイドルグループ？あ、最初に出たお題ですね、これ。これなんかみんなが答えたのとさ、かぶっちゃいそう。とにかく早く書けって。書けばいい。では、よろしいですか？はい。2050年のマジカルパンチライン、一体どんなアイドル？はい、ニューシングル、マジかよバキバキパンチライン。クリアです。クリアですか？え、私が判定してた、私が判定してたじゃん。ワープゲット。やったもう、もう、もうワープ。10キロ車でもう行きましょう。10キロ車で行きますか？行きましょう。ありがとうございます。いや、行きたいな、でも私あと多分私だしね、それ答えてたらマジかよギリギリパンチライン。最初から、はいね、そう、最初はどうなることやらって思ったけどでもまあ進むしかないと思って、おかっこいい、かっこいいっしょありがとうそう、もう 進まないと終わんないから頑張ってここまで来て、
みんなの顔見たら安心しました。でもやばい、こんなことした人多分いないから、秩父から新宿までもう後世に語り継ぎたいと思います。そうね、これは誇れることだと思う、はい、最後に今やりたいことは何ですか。今やりたいことは大喜利です。そらちゃんが最後そのあんなに泣きじゃくってた大喜利っていうものから成長して88キロ走った末に今やりたいこと大喜利っていう大成長です。ドラマ克服できたんだね。素晴らしい。じゃあそらちゃんも88キロゼップ新宿までつないでくれたということで、他の4人はねちょっと自転車は漕がないんですけれども、ここからは5人でゼップ新宿までの道を頑張って2月24日まで辿っていきたいと思うので、みんなぜひゼップ新宿遊びに来てください。遊びに来てください。そらちゃん頑張って、そらちゃん向いてます。みんなぜひ、それ絶対来ないとダメだよ。88キロ超えたからね。そう、進んだから、みんなも歩いてきてよ。もう自転車でもいいから。これもうね、ゼップ新宿大成功間違いなしだね、そらちゃんのおかげで、はい、絶対成功させます、うん、頑張りたいと思いますので、みんなぜひゼップ新宿でお待ちしております。お待ちしております。そらちゃん